子どもたちの拍手に出迎えられたのはエスパルスの権田選手。葵区相又にある清沢小学校で開かれた特別授業。全校児童22人が権田選手と交流しました。この特別授業、プロ選手と一緒にプレーしてサッカーの魅力を子どもたちに感じてもらうのが狙いです。さあ、ここからがメインイベント、子どもたちとの PK 対決です。日本の守護神からゴールを奪うことはできるんでしょうか。緑のマットにボールが当たればゴール。挑戦するのは3人です。さあ、まず蹴るのは3年生の森大介くん。日本代表の壁を打ち破ることはできるか。蹴った後、大きく外れてしまいました。勢いはあったんですが残念です。続いては5年生の須川明菜さん。さあ、決められるか。丁寧にボールを置いてセットして、少しボールが前に出ている。さあ、ここで前に出たぞ。前に出た。ここで蹴るようです。さあ、この蹴り、まだ前に出ます。ここで蹴りました。そして権田選手しっかりキャッチ。さすが俊敏な反応、日本代表。3人中2人が失敗。残るは1人、6年生の森日和さんです。なんとかゴールを決めたいところ。とここでちょっとボールが動いているという権田選手のアピールでしょうか。ここは真剣勝負。権田選手も懸命にアピール。そして左足で狙った。どうだ。勢いのあるシュート、しっかりキャッチしました権田選手。ここで権田選手がもう一回やろうという提案。余裕の提案です、日本代表。さあ、今蹴った森日和さん、どうだ。これは際どいところだが、子供たちは決まったという反応。おお、ここはどうでしょうか。微妙なところですが、権田選手は反論をしています。 VAR の判定で見てみましょう。ここは残念ながら決まっていません。惜しくもゴールならず。日本のトップ選手との貴重な時間、子どもたちは質問をぶつけます。はい、どうしてサッカー選手になりたいって思ったんですか。簡単です。サッカーが大好きだからです。好きなことでそのままお仕事にできたらすごい嬉しいなと思って、それでサッカー選手になろうと思って頑張りました。どうしてゴールキーパーをやろうと思ったんですか。はい、権田選手はね、昔からそう、まず身長が大きかったんです。小学校6年生の時にも170センチぐらいあった。点取られないのよ、大きいし。だからみんなにすごい褒められる。でそれがすごい嬉しくて、これゴールキーパーやってたらみんな褒めてくれるし、権田選手はやっぱゴールキーパーっていうポジションがやった方が、なんかチームの本当助けになるのかなって思ったし。中にはこんな質問も。時々私もサッカーをしていて自信がなくなってしまう時があります。その時自信を持つにはどうすればいいですか。普段の練習から自信を得る。あ、私もこれだけ練習やってきた、一生懸命毎日やってきたから私大丈夫って自信持つのも一つ。権田選手も他の選手助けてあげるから、失敗する時はみんなが助けてくれるっていうふうにすると、みんなで助け合いながら一つのことができるから。日本代表の特別授業、忘れられない時間になったようです。
すげえ。今すぐ触っちゃダメだよ。ちょっと考えちゃう。取れちゃうよ。番号、背番号2でしょ。22歳に見える。結構緊張したけど、楽しくやることができたので嬉しかったです。権田選手ってすごい背が高いし、自分は6年生でちょっと小さいんですけど、そうやって権田選手みたいにかっこよくなりたいなって思いました。練習を重ねればちゃんと自信を持てることができるって言ったので、練習をちゃんとやっていきたいなって思います。